こんにちは、村野聡です。小学校3年生外国語活動 Let's Try One の中のユニット7からユニット9までのゲーム教材を紹介します。ユニット7は This is for you カードを贈ろうという単元です。これは What do you want プレゼントゲームです。サンタさんがプレゼントを持って子供のところに来るという設定で作りました。子供役の子供たちは動かずにサンタさんが動き回ることになります。このように教室をサンタグループと子供グループに分けます。全員がこのカードを手にします。ただしサンタさんはカードをハサミで切ってバラバラにして持ちます。サンタはランダムに子供のところへ行って What do you want? と尋ねます。子供役の子は欲しいものを例えば A book please と答えます。サンタは要求されたプレゼントカードを Here you are, this is for you と言って渡します。子供は Thank you と言って自分の持っているカードのプレゼントの四角に丸をつけておきます。子供は同じプレゼントは2回要求することができません。サンタが子供に要求されたプレゼントをすでに持っていなかった場合は I'm sorry と言って他の子供に向かいます。これを繰り返してたくさんプレゼントを渡せたサンタとたくさんプレゼントをもらった子供が勝ちとなります。つまりサンタチャンピオンと子供チャンピオンが決まるわけです。制限時間を決めて実施するか、誰かがコンプリートするまで続けるか選んでやってみてください。その後サンタグループと子供グループを入れ替えてもう一度対戦します。このカードは1人2枚配り1枚をバラバラにさせておくといいかと思います。ユニット8は What is? これ何という単元です。これは What is? すごろくです。2、3人で行うといいと思います。全員がこのすごろく1枚と切り離したエリアカードを持ちます。エリアカードというのはこういうカードです。アニマルエリアカード、ベジタブルエリアカード、フルーツエリアカード、ボディエリアカード、ナショナルフラッグエリアカード、それぞれのカードが3枚ずつあります。このカードを使って行います。これはバラバラに切っておきます。先行後攻を決めたらお互いに相手のすごろくの各エリアにエリアカードを1枚ずつ裏にしておきます。この部分です。アニマルエリアはここ、ベジタブルエリア、フルーツエリア、ボディエリア、そしてナショナルフラッグエリア、ここに3枚のうち1枚を選んで裏側にして置くんですね。相手のすごろくの上に置きます。例えばアニマルエリアで見ていきましょう。アニマルエリアに置けるカードはバーズ、ドッグ、キャットで、キャットを置いたことにしましょう。これを裏にして置いておきます。サイコロを転がしてすごろくをしていきます。エリアに来たら止まります。相手がファディースと聞きます。聞かれた子供は置かれている動物を当てます。聞かれた方は例えばバードなどと答えます。正解なら先に進めますが、先ほどのカードはキャットでしたので間違いになります。間違えると2つ後ろのバックスペースという、ここまで戻らなければいけません。間違えた子供がバックスペースまで戻ったら、相手側はこのキャットを違うカードに変えておきます。ドッグかもうバードしかないので、ここではドッグを置いておくことにします。必ず残った2枚から選んで入れます。したがってどんなにここで間違えても3回目は必ず当たって通過することができるわけです。このようにしながらゴールを目指してスゴロクで進んでいきます。先にゴールをした人の勝利になります。ユニット9、Who are you? 君は誰という単元です。これは集合ゲームです。この動物カードを切り取って、教師が1人1枚ずつランダムに配り、誰が何を持っているのか分からないようにします。子供たちは自由に歩き回り、Who are you? と尋ねます。相手の子は自分の持っているカードの動物、例えば I'm a dog のように答えます。今度は交代して聞かれた方が Who are you? と尋ねます。お互いに同じ動物だった場合は一緒に行動して他の同じ動物を持っている子どもたちを探していきます。同じカードを持っている友達を全員見つけて集まることができたら教師のところに集合して揃ったカードを見せます。早く同じ動物が集合したチームの勝ちになります。ゲーム中持っているカードは相手に見せたり見られないようにしてください。別のやり方としては同じ動物ではなくて全部違う動物を集めるという方法でやることもできます。いかがだったでしょうか。ぜひ教室でまたは家庭で
楽しんでみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。